はい、では今日も元気に工作をやっていきたいと思います。今日はですね、このボードに FRP を貼り付けるというライニングと言われる、ものについてやっていきたいと思います。今回使うのは、まず樹脂ですね。そしてガラス線、それから硬化剤、スポイト、混ぜ物、はけ、はかり、あとは、洗浄用のアセットですね。それから脱光ローラー、この辺りを使っていきたいと思います。もう FRP の基礎をやっていきたいと思います。では始めていきます。まずですね、計量をします。いつものように封体を取って樹脂を入れていきます。独特な匂いがしています。皆さん施工するときは換気に気をつけるようにしてください。これが今 160g 入っております。ここに硬化剤を 1% 入れていきます。今回ですね、これ今気温がだいたい10度ぐらいですね。どのくらい硬化剤を入れたらいいのという質問、本当によくいただくので、もうざっくりした目安を別紙でつけておきますので、皆さん参考にしてみてください。で、1% 入れていきます。物性値でいくと 0.5% から 5% の間なんですが、便宜上ですね、1から 3% というふうに覚えていただくといいかなと思います。で、ここですね、しっかりと混ぜていきます。冬場なんでね、この場で固まるってことはほぼないので、しっかりと混ぜましょう。この攪拌が甘いと、いつまで経ってもですね、硬化しないことがありますので、しっかりとよく混ぜるということが大事になります。はい、これで、大体ね、1分ぐらい混ぜていただければいいかなと思います。そしてガラス繊維ですね。これですね、繊維がチクチクするので、必ずこの手袋をするようにしてください。はい、ではここに入れていきます。ポイントもですね、2、3お伝えしながら塗っていきたいと思います。今回はハケを使うんですが、本来であればもうローラーの方が施工性はいいですね。まずは樹脂を置いていきます。そうするとですね、今度樹脂がですね、勝手に浸透していきます。置くとですね、勝手に浸透していきます。ね、色が変わってきたのが見えてきていると思いますが、で、先ほどこのハケよりもローラーがいいと話をしました。なんでこのローラーがいいのかと思いますと、ハケだとですね、この表面のガラス繊維がですね、どうしても目がよじれてしまうんですね、ここで動かすことによって。なのでローラーのような圧力がかかりにくいものの方が本来は適している、そういう意味になります。これね、浸透する前にゴシゴシする人がいるんですけども、あれは乱れなので、必ずこう浸透した状態で、やります。あとは脱光作業に入ります。これですね、よく見ると細かい気泡がいくつも入っております。実はですね、でこの気泡を抜いてあげる必要があるので、この気泡を抜くように、ローラーを動かしていきます。こんな感じですね。そうですね、あんま
り力を入れる必要はありません。なぜ力を入れない方がいいのかと言いますと、これも先ほど言ったようにこのマットのパターンがですね、崩れてしまうんですね。ちょっとやってみましょう。悪い意味で、これ今均一になってますが、これをこう見てもらうと、ね、こうよじることによって、これでですね、厚みが変わってしまうんですね。やっぱりこうよじることによって厚みが変わってしまう。まあ、あとはですね、こうよじることによってバリが出やすいですよね、こういう。でさっきはこのバリ一切出てなかったと思います。これなんでかというと、ここで力を入れないことが大事ですね。で力を入れるとこういう風にですね、どん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 このマットがよじれてしまう。見えますでしょうか。で今ここまでこのガラスマットが寄ってきてしまったんですね。こちらはそのままの状態になります。注意点ですね。最後これ残った樹脂っていうのがどん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 発熱していきます。で最後こう煙が出るぐらいになってしまうので、速やかに廃棄する必要があります。あんまり塊で置いておかないのがいいですね。でこのローラーについてはアセトンにつけ置きしておく必要があります。洗ってですね、アセトンにつけ置きしておく必要があります。ではまたですね、この固まったところを見に行きたいと思います。はい、今外に1時間ぐらいですね干してきました。こんな感じですね。で触ってもですね、ベタつきは一切ありません。この表面のこう網目が分かりますでしょうか。表面のこの網目、まあ、ローラーの方がいいよって言ったのはまさにここですね。これはあまりよじるとですね、このパターンが崩れてしまいますよと。で厚みもムラができてしまいますよということですね。で、ここにですねちょっとバリがあります。見えますでしょうか。これですね、これをまあ研磨で、取っていく。まあ、硬いですからね、これ手に刺さったりしますので、研磨で磨いてします。まあ、こんな感じですね、わりかし半透明な状態に仕上がっているというふうに思います。かなり強いですね。これを、ドライバーでガリガリやっていきます。これね、下に一切下には一切この傷がついております。まあ、このくらいですね、FRP ですね、非常に強固な層ができますというところですね。大体ですね、厚みが、このガラスマット380番というガラスマットで 0.6 ミリから 0.8 ミリぐらい、で450番という少し厚手のものだと 0.8 ミリからまあ1ミリぐらいの厚みの FRP ができます。でこれ何に使うのかと言いますと、まあ、例えばですね、こう製品が割れてしまったと、そこを裏から補強したいという場合であったりとか、耐水性を上げるであったりとか、あとはですね、裏からこう裏打ちで使ってあげることによってこう剛性をアップできるですね。これ全然曲がらなくなります。剛性アップしたり、まあ、いろんな補強であったりとかですね、いろんな用途に使っていただきます。今後ですね、細かく、どんな用途に具体的に使えるのかということについては動画をどんどん出していきますので、皆さん情報を見逃さないようにぜひチャンネル登録をしていただけると大変嬉しく思います。というわけでね、これからも、こまめに皆さんの役に立つような動画を上げていきますので、ぜひ高評価のほどよろしくお願いいたします。ではまた。